その変身はスーパーサイヤ人2だ。それだよそれ。前に一回なったきりうまくできなくて困ってたんだよ。そうなんか。ポイントはやっぱ背中かゾワゾワか。まあそんな感じだな。おい悟空、何をもたもたしてる。さっさとぶちのめせ。そう言うなってビルス様、今面白いとこなんだからさ。今のを再現すると、よっしゃできた。成功したもんだ。下手したらおめえこの戦いでスーパーサイヤ人3まで届いちまうかもしんねえな。3もあんのか。ああ、まあ2を極めんが先だ。さあ、行けるか。上等だぜ。やばいぜ、スーパーサイヤ人2。続きだ、続き。よし、邪魔しねえでくれよ。ごめんなさい。あのさ、私邪魔じゃないですよね。Good.
ものすごい気だ。ついにやりやがったな、すごいスケール。すげえな、それがおめえの本気か。孫悟空、油断するな、カカロット。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。孫悟空、孫悟空、孫悟空、孫悟空。それで切り抜けていくぞ。来い、ヘイラー。すーん、ごく。戦う気になってくれたか。そんな、これがたった一人の人間が放つ気だというのか。すっごい、何が始まるのかな。ドキドキ、ワクワク、ドキドキ、ワクローランの木の圧力が一種の壁になっているようですが、なぜプレーにならないんでしょう。残念だった。敵を見くびっているんじゃ。それだけです。敵はどうしているんです。自分とあのジレンの力を。私を本気にさせておらば。残念だったな。特に達人の域では相手の力を全て引き出して勝負したいと思うのです。相手の出方を先に自分の力を分からせて最高の戦いを繰り広げていく。しかしジレンの方が僕に興味がない。そう
うなんじゃないさ。ずっと僕を見てくる。こっちも僕の力の全てを見たいと思っているはず。私を本気にさせたようだな。じゃあおめえ本気出せねえよな。それじゃ行くぞ。ようやくスーパーサイヤ人ブルーの力を見せる。無駄な動きや。いいえ、無駄ではありませんよ、ベルメット様。これは重要な戦いになるはずです。どういう意味だ。あの第七宇宙の孫悟空という選手の花火の使い手、そのフルパワー状態をジレンが解き放つ。今舞台に残っている選手は1000人です。ジレンには絶対かなわない。孫悟空はジレンの圧倒的な力を見せつけるための生き物というわけだ。そうは言っても油断は禁物ですね。ジレンを常識で語るのは愚かなこと。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうと。ここへ行くんだ。父さん、何が起こったんだ。これに見えなかったと。ふざけた野郎だ。西に西の攻撃を叩き込んでいたというのか。動くところすら見えなかった。状況のままで悟空が山田だ。このような悟空はブルーの状態での20倍海王拳にも耐えられるはず。どうやら今悟空さんが使っているのはその20倍海王拳のようですよ。ブルーの20倍海王拳でもまともにダメージを与えることができねえなんて。おめえの強さはよくわかった。そんならオラのとっておきを見してやる。元気玉だ。みんな悪い。オラに元気分けてくれ。頼む。すまねえみんな。まだてめえ気を集めに時間がかかりすぎる。待ってやる。待ってやると言っている。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。ずいぶん決めがいいんだな。
ジレン、オーラに時間を与えたことを後悔するなよ。これがオーラたち第七宇宙の元気玉だ。太陽剣二十名だ。どうやら収まったようですね。ひょっとしてやられちゃった？ひょっとして負けちゃった？